週刊姫キュン。カムレディナイト、毎週水曜日の日替わりコーナーは週刊姫キュンです。はい、メッセージも届いてます。姫キュンラブさんです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。28日のインストアイベント、エミフル、高島屋、松近タウン、富士グラン松山の4カ所もあって、うん、僕はそのうち3カ所に行ってきました。おーすごい。僕はちなみにエミフルに行きましたけどもね、はいはいはい。どの会場もたくさんの人が見に来ていて、うん、姫キュンの人気がもっともっと上がってきてることを実感しました。はい。松近タウンのイベントでは前列で見ていたんですが、姫キュンの皆さんとの距離が近くて、うん、とても嬉しかったです、うん。そしてオレンジのセーラー服、やばいぐらい可愛かったです。はい、あれ可愛かったですね。あのスカートもオレンジで、うん、まあ、リボンもあのオレンジなんですけど、うん、まあ、あとは白でね、はいはい、非常にこう夏らしい、うん、可愛いね、あれね、はい。そして生の恋のプリズン最高でした、うん。そして恋の微熱はリズミカルなノリが良く、はい、お気に入りの曲にもなりました。それから4日の土曜日は富士グラン今治のイベントに参加するそうです、うん。で、最後に、恋のプリズン5月30日付オリコンインディーズ週間ランキング2位おめでとうございます。これからも体に気をつけて頑張ってほしいですというのをお見せするの。そうなんですよ、オリコンインディーズ週間シングルランキングで2位に、ね、うん、なりました。これ1位が猪苗代湖図だったんですよ。あ、まあ、ちょっとこう猪苗代湖図にはあれでしたけど、まあ、でも2位ということで好調なスタートを切りましたね、うん。はい。さあ、それではそんな姫キュンなんですけど、今週はですね、マイマイそして桜子へのインタビューをお聞きください。まずはマイマイです。はい、皆さん一緒に行きましょう。はい、私が見えるか。こんまいまい、夢に向かってまいまいしん、今日も一緒に頑張りまいまい。はい、皆さんお付き合いありがとうございます。姫キュンの親指姫、まいまいことまいです。13歳の中学2年生です。皆さん今日もよろしくお願いします。まいまい、今さ最後なんて言ったの。よろしくお願いします。まいまいです。よろしくお願いしまいまい。よろしくお願いしまいまい。そういう挨拶なんね。まいまいをこうねじ込むよね、結構。おやすまいまいとか、頑張りまいまいとか。あ、そうなの。はい。ちょっと負けてらんないな。うちなんか挨拶がね、いつもコンレディオっていうのにしてて。知ってます、知ってます。あ、本当？本当に。聞いてますよ、ラジオ。ありがとうございます。ね、はい。さあ、そして今日はもう一人来てますよ。はい、それもう一人は桜子ちゃんです。はーい。ウェルカン、さくらこです。今日も楽しく連想ゲーム、準備はいい？イエーイ。本当にいい？イエーイ。本当に本当にやっちゃいます。花と言ったらさくら、さくらと言ったらさくらこ、さくらこと言ったらさくらさく。イエーイ、ありがとうございました。姫キュン最年長さくらこです。よろしくお願いします。あー、これがさくらこちゃんの連想ゲームなんだ。はい、お願いします。桜子みたいな。ああ、まだないですね。はい、あんまりこうねじ込んだり。はい、あ、なんかさよならこたんとかはブログで言ったり、でもちょっと飽きちゃって最近は使ってないんですけど、いろいろとまあ作っていこうかなと思ったり。なるほどね。さあ、というわけでマイマイは先週の生放送に続いて、はい、まあね、2週続けての登場で、はい、で今回は桜子ちゃんと一緒なんですけど、はい、2人はこれどういうコンビなの。これはなんかやってんの。はい、私たち一人一人イメージフルーツがあるんですけど、マイマイがねストロベリー、で私がブルーベリーなので、うん、そのベリーベリーというユニットで曲をね一曲歌ってます。はい、テキ公演とかで。はい、どんな曲歌ってんの。なんか、うん、夢の中って言うんですけど、すごいふわふわした感じで、うん、女の子っぽい曲なんですよ、うん。だからなんか夢見てて夢の中で恋してるみたいな。あー、うん、なるほどなるほど。そう、なんかすっごい可愛いんですよ。まあ、基本なんか妄想だもんね、みんなね。そうそうなんですよ。はい、はい、そこにこうぴったり合う感じ。そうなんです。ベリーベリー、うん、あれ、今のほら出てる新曲の恋のプリズンが、あれもともとなんかそういうスピンオフ的な感じで、あれほのたんが歌ってたんだっけ。はい、ほのたんとあのもえもえが、うん、あ、歌ってたよね。2人でなんかそういう感じで、あれはだからものすごくほら、はい、なんかセクシーな感じであの曲は歌ってたんでしょ、あの二人が。そうですね、あの衣装がすごいなんかセクシーっていうか露出が多い。そうそうそう、はい。そう、ベリーベリーはベリーベリーで、なんかそれ用の二人用のなんか衣装とかあんの。あ、はい、あの赤ずきんちゃんの衣装でやってて、結構こっちはあの
そのほのと萌えのは結構何アイドルっぽいフリフリな感じだけど、私たちは結構なんていうの、そう、おとなしめメルヘンな感じの。そうそう、なるほどね。やっぱり赤ずきんちゃんがマイマイで、で桜子ちゃん狼。違います。私も赤ずきんです。ひどい。なんかそういう感じかなと思って。お客さんが狼や言うたら、そうそうです、そうです、会社のぞみたいな。そうなんですよ。僕も参加したいな、それは。まあ、そんな2人がね今日は登場なんですけど、はい、また今度は6月11日に姫キュンフルーツ館は定期ライブが、定期公演があるんですが、はい、メッセージが届いてますね。姫キュンの皆さん、こんばんレディオ。こんばんレディオ。こんばんレディオ。本当はこんレディオなんだけどね。若干間違ってます。梅ちゃんこと梅キュンベジタブル館です、はい、6月11日の定期ライブのチケット取れましたよ、うん、おその日はマイマイのお誕生日だそうですね。そうです、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そうか、今度6月11日が誕生日なの。はい、誕生日です。誕生日で何歳になるの。14です。まだまだ14だ。はい、まだ13ですからね。そう、あ、そうですよね、まだ13歳ですよ。13で、ほんと言ったらセンターで踊ってるわけですよ、基本。はい、踊らせてもらってます。でもあんま14になるとか言っても別になんか変わったってことないよね。特にないですね。ないですか。ないですね。なんかないの、こうほら14になったらみたいな、言ったらほら、なんだっけ、少年式。そうそう、少年式な年になるわけじゃない、うん、はい、はい、やっぱりもっとレベルを上げていきたいなと思ってます、うんうん、今なんか自分の中で課題があるわけ。もっと演技も歌もダンスもまだ全員で揃ってないし、うんうん、だからもっとぴったり8人で息を揃えて、もっともっとレベルアップして全国区に行けるようにって思ってます、うんうん、なるほどね。それはこう14歳の決意なわけですな。はい。ってことはこの定期公演はマイマイの生誕祭みたいな感じなの。そうですね。あの大もなんか灼熱にして神聖なる太陽神スペシャル。何やねんそれ。あの一人一人、あの姫キュンの定期公演の前にこう登場の なんていうの、音楽があるんですよ。こう一人一人紹介があって、なんかなんとかなんとか、そうそうそう、エンジェル桜子とか言って名前呼ばれてからステージに。そう、そのフレーズがあって、で一人一人神なわけです。神様なんだ。そう、神様なわけです、はい、でまだなんかそう公開とかはしてないんですけど、うん、その一人一人の神様の、うん、毎回公演に来てたらまあ聞き取れるようになるかなみたいな感じで、うん、でマイマイが太陽神なんです。太陽神、あ、確かにね、もう目がね、目力あるし、はい、やっぱ嫌って感じが太陽だよね。でそれが灼熱にして神聖なる太陽神って呼ばれてからマイマイが登場するんで、おうおう、そのそういう意味で生誕祭の名前もそれになったんです。はい、あれ桜子ちゃんこの前生誕祭やったよね。はい、その時も名前あった。いや、あの私の場合なんか恋プリ発売記念ラコタンおめえみたいな、ちょっと付け足されたみたいな感じでした。はい、毎回ものすごい名前がついてるのに、なんかこう年を重ねるごとにだんだん生誕祭も豪華になっていくんですよ、うん、だから羨ましいなと思って、はい、ちょっと早、若干早すぎた。そうなんです、ね、でもさくちゃんも来年あるんで、はい、まあそうなんです、ね、来年の時はな、ついに一番早く20歳にね。そうなんですよ、ね、はい、ね、え、でもどうだったの、その生誕祭とか盛り上がった。すごかったですよ、ね、本当に、はい、ね、あのファンの方が、うん、あの私が最後にあの出てきた時に、うん、ピンクのサイリウムっていう、こうペンライト、光るペンライトで会場を染めてくださって、はいはい、こう振ってくださるんですよ、うん、そう、桜子だから桜色でピンク、うんうんうん、そうで、すごい綺麗やったし、なんか花束とかもすごい大きいのいただいたり、プレゼントもすごいたくさんの方からいただいて、うん、はい、嬉しかったです。すごいな、なんか豪華ですね。なんか桜子ちゃんも桜子ちゃんで、はい、なんかせっかく自分の生誕祭なわけだから、はい、なんか特別なこともしたりしたの。あの、ずっと新体操を習ってたんで、はいはいはい、その日に初めて舞台で新体操を披露しました、うん、お、どうだった反応は。どうやった。やっぱりすごい、なんかみんな、何、さくちゃんの新体操がすごすぎて、うん、ポカーン見てるんですよ、見てるんですよ、ちゃんと見てるんですけど、うん、なんかさくちゃんとかいつも言ってくださってるんですけど、はい、なんか見とれすぎて盛り上がるというより結構あぜんみたいな。さくちゃんすげーみたいな。それもね、見てみたいね、やっぱ、うん、そういうのはだから定期公演に行ってやっぱり楽しみではあるよね。そうですね、うん、なんか定期公演とか結構サプライズとかいきなりされるんですよ。あ、メンバーも知らない、全然知らない、はい、
あーちゃんとかしか教えられてないサプライズとか、うん、ポンってやられるんで、そうなんですよ、うん、なんか公演ならではなんで、こうイベントしか来てね、うん、来たことない方はぜひ公演に来てほしいなと思ってます、うん、はい、さてさて、まあね、そんな2人をね迎えまして今日はお送りしましたけども、はい、今後のですね姫キュンのイベントなんですけども、まだまだ新曲恋のプリズンのインストアイベントが続いていきます。はい、次はですね6月4日土曜日に蔦屋フジグラン今治店、それから春屋書店石井店で6月4日土曜日インストアイベントがあります。で、5日日曜日はですねデュークショップ松山店でインストアイベントがありますので、はい、その他ね最新情報はホームページをチェックしてもらえればと思います。はい、じゃあ今日もラストですけども、5月18日にリリースになりました姫キュンフルーツ館の新曲を2人で曲紹介してもらっていいですか。恋のプリズンというわけで、今週の週刊姫キュンはマイマイ、そして桜子ちゃんでした。ありがとうございます。マイマイ違う違いますね、ありがとうございマイマイです。ありがとうございます、間違えた、ありがとうございマイマイ、マイマイ。というわけで、今週の週刊姫キュンは、桜美ちゃん、そしてマイマイでした。ありがとうございマイマイ、ありがとうございました。イエーイ。というわけでね、今週はマイマイそして桜子のねインタビューをお送りしました。はい、で今週末もですね、まあ、またイベントがあります、うん、そして来週末もあります。詳しいイベントの日程場所などはですね、はい、姫キュンのホームページに載っていますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。以上今週の週刊姫キュンでした。